内川聖一、3割打者激減について。DNA、ソフトバンクなどで活躍した内川聖一氏が25日放送の TBS ラジオに出演。今季、セパ両リーグで3割打者が激減した理由を分析した。この日の番組はペナントレース最終盤についてパーソナリティの石橋貴明と共にトークを展開。そこで石橋が両リーグで首位打者に輝くなど、NPB 通算2022試合に出場し、打率3割2厘の好成績を残した期待のヒットマンである内川に、なぜ今、セリーグもパリーグもこんなに3割打者少なくなってるの？と質問した。内川氏は3割打者が減ったことについて、やっぱり投手の平均球速が上がってるってのが僕はあると思いますと分析。先発投手って僕らの時150キロ出たらめちゃくちゃ速い印象だったんですよとし、150キロ出る投手って後ろ1イニング全力で投げる投手がそこに行くと150キロ以上出る投手は抑えなど救援で投げるケースが多かったとした。ところが、でも今は平均球速で言うと先発投手でもアベレージが150キロぐらいになってると思うんです。後半投げる投手は球速いと、155キロから160は言い過ぎですけど、そのぐらいの球速帯に変わってきてると独自の見解を示した。そういったことから、そう考えると、なかなかやっぱり安定してずっと打ち続けるのは難しい野球になってるのかなって気がしますねと、球の速い投手が増えたことで3割打者が減ったのではと語った。しかも低反発球で飛ばない仕様になってる。昔より投手のレベルが上がったから、球場も広すぎるんだよな。投球モーションに緩急をつけ始めたのは関係ないのでしょうか。オールスター明けて急にボールが飛ぶようになった。こそっと変えたな。打者で工夫するって言っても限界あるし、こうなったらバットで。それはあると思うが、さらに球速帯か速いメジャーでガンガン打つ奴らはヤバすぎる。内川はすごい打者でしたね、右ですけど。今の打者は動体視力が衰えているんじゃない？おっしゃる通り、日本で3割以上打っていても、メジャーに行くと3分から4分打率が落ちる。メジャーの平均球速は155キロ近い。こういう時にイチローが現役だったらどんな打率を残してたか気になる。案外、もっと高い打率残してたりして。それでもバッティングマシンがあるから、遠くない未来に打者は逆転してくるのでは？打者は投手が投げたボールに反応して打つだけに、球速が上がればそれだけ不利になりますよね。レジェンド内川選手の話ももちろん参考にはなるんだけど、もっと科学的な分析が知りたいです。前は中継ぎになったら力が落ちてたけど、今は落ちないからね。それどころか、球速がアップしている。3割打つのは難しいね。